下関戦争で外国軍に占領された長州藩、前田大場長州藩下関前田大場と一長州藩下関前田大場とは、山口県下関市前田にある幕末の大場と、2010年8月5日、国の史跡に指定された。前田大場は上位論の高まった幕末に、長州藩が関門海峡沿いに築造した砲台の一つで、 幕末の1863年から1864年にかけて発生した下関戦争の舞台となった。文久3年3月、江戸幕府14代将軍、徳川家持は上落し、公明天皇に拝越した。将軍の上落は3代、家光以来、約230年ぶりのことであった。家持の上落は、表向きは、後部合体の推進のためであったが、 朝廷側の狙いは幕府に上位の実行を迫ることにあった。同年4月20日、将軍貢献役の徳川義信は上位実行の期日を5月10日とすることを天皇に上奏した。幕府側の想定していた上位実行とは港の封鎖等のことであり、必ずしも外国船を武力で排撃するようなことではなかった。 上位記述とされた5月10日までには20日間の猶予しかなく、長州以外の諸藩では上位実行の布告を無視したが、強硬な上位論を主張していた長州藩では5月10日以降、関門海峡を通過する外国船への砲撃を開始した。文久3年5月10日、長州藩はアメリカの小船ペンブローク号を砲撃、同船は退却した。5月23日には フランスの通報官、キャンシャン号を砲撃。5月26日には、長年日本の友好国であった、オランダの外交代表ポルスブルックが乗った、メドゥーサ号を砲撃した。ペンブローク号砲撃のニュースを知ったアメリカは幕府に抗議し、報復のためワイオーミング号を下の席へ向かわせた。6月1日、同船は、長州藩の軍艦人術丸と、黄新丸を撃沈し、 水の問い丸を逮捕させた。フランスも報復のためセミラミス号とタンクレード号を派遣。6月5日に前田大場を砲撃の上上陸し、周囲の民家を焼き払った。米仏の報復攻撃を受けた長州藩は高杉晋作に下関の防衛を任せ、高杉は志願兵による騎兵隊を結成する。長州藩は前田砲台を修復するなどして、 さらなる上位実行に向けて体制を整えた。翌現時元年、中日イギリス公使、オールコックは、日本の開国の障害となっている長州を武力攻撃することを決意。フランス、オランダ、アメリカもこれに同調した。現時元年6月19日、英仏乱前の4カ国の代表は幕府に対し、20日以内に長州藩による海峡封鎖が解かれなければ、 武力攻撃を行う旨を通告することを決めたが、長州藩は海峡封鎖解除に応じなかった。8月5日、イギリスのキューパー中条を中心とする四国連合艦隊17隻は下の席を攻撃。砲台は破壊され、長州藩は惨敗した。8月8日、連合艦隊の機関由来アラス号の艦上で講和談判が行われ、 長収側からは高杉が施設として交渉に臨んだ。その結果、賠償金300万ドルの支払いなどを条件として、講和が成立した。以上の一連の経過を下関戦争という。また、1863年の事件を下関事件、1864年の事件を四国艦隊下関砲撃事件と区別して呼ぶ場合もある。前田台場は、 長州藩が築いた十数箇所の砲台の一つで、チャウス山の南西六、関門海峡に面する位置にある。この場所には、かつて調布毛利家の御茶屋があり、古くは奈良時代の古河原も出土している。台場は、南西側の低台場と北東側の高台場の2箇所に分かれる。標高は、前者が10メートル、後者が16メートルほどである。低台場は、 1863年の長州藩による外国船砲撃の時にはすでに存在していたが、フランス軍の報復攻撃により破壊された。高台城はその時点ではまだ存在していなかった。翌1864年の四国連合艦隊による攻撃に備え、低台場を修復し、高台城を急遽築造したものである。1999年から2002年にかけて、 山口県教育委員会が実施した発掘調査によって、低台場、広台場の移行が確認されている。低台場では地山を削って、平坦面を作り出しており、大砲設置用の平坦面と、その背後に一段低く造成された平坦面、排水口などが検出された。大砲設置平坦面は、南北の幅が6メートルほど。 その背後に一段低く直線上に掘り込まれた平坦面は作業用ヤードと思われ、大砲設置平坦面との段差は50センチほど、東西の長さは35メートル以上にわたって検出されている。背後平坦面には、下関戦争時に砲台が焼き払われた時の名残で、ある照度が見られる。下関戦争時に、イギリス軍が作成した前田台場の図面は、 移行の現状と一致する部分が多い。イギリス軍の図面によると、停台場は西寄りに5門、東寄りに1門の大砲を設置していた。砲台の規模は幅約80メートル、奥行き約30メートルである。大砲設置平端面の一部と、その前方に築かれていた土塁は、遺跡全面の道路建設によって削られ、原形を留めていない。なお、 四国連合艦隊による占領時に従軍写真壁跡が撮影した低台場の写真は多くの歴史教科書に掲載されている。高台場では大砲設置兵坦面と土塁などが検出されている。大砲設置兵坦面は西へ緩やかに傾斜しており、元の地形が残っている。その西側では焼け跡のある土塁が検出されており、その幅は底部で3メートルほど。 高さは30センチ弱である。土塁上には、敷石と板塀の跡がある。傾斜のある地面をそのまま利用していること、土塁が低く、その上に板塀を立てて高さを補っていることなど、広大場全体が急ごしらいであることが伺える。イギリス軍の図面によると、広大場は東寄りに4門の大砲を設置していた。砲台の規模は幅約50メートル、奥行き約30メートルである。 大砲設置面とその前方の土塁はよく残っているが、背後の平坦面は建物建設によって原型が損なわれている。高台場では砲台関係の出土品は見られなかったが、低台場では銃弾3点、砲弾1点が出土している。銃弾のうち1点は休憩のゲベール弾で、主に長州藩が使用していたもの。残り2件は C の未憩のミニ A 弾で、 主に連合艦隊が使用していた。2種類のうち、ゲベール弾の方が旧式で、ミニ A 弾に比べて、命中率や飛距離に難があった。砲丸は、計20センチ、重量21キログラム強の球形で、連合艦隊が使用していたものである。下関戦争時に、長州藩が装備していた大砲は、四国連合艦隊により、戦利品として持ち去られた。 イギリス側の記録によれば持ち去られた大砲は62門で、その一部が関係4カ国の博物館等に現存する。長州藩の大砲を保管している博物館としては、ロンドンの王立砲兵博物館、パリのアンバリットにあるフランス軍事博物館、アムステルダム国立美術館、ワシントン DC の海兵隊博物館がある。フランス軍事博物館所蔵の2門のうちの1門は、 下関市立調布博物館に対応されている。ありがとうございます。